はい、皆さんこんにちは、りなです。私たちはやっとドイツから帰ってきて、今日は温泉旅行です。ここの城崎温泉の遊楽というすごい素晴らしい旅館が予約して、今日の夜にここで満喫したいと思います。じゃあ入りましょう。本日明日ともにお休みはございませんので、いいにおいする。どうぞお入りください。ありがとうございます。じゃあ今日の部屋を紹介します。雪の香り、いい名前だね。気づいたのが、本当にこの旅館すっごく今リニューアルしたばかりって感じだね。雪の香りだから雪かな、わかんないけど。どこが雪？あ、これこれ。今日のお部屋はこれです。まあ本当になんかモダンな感じはするよ。畳も四角いやつだし。で、私の一番気に入りのところはこれだよ。このモダンな椅子だよ。で、庭が見える。はあ。だからこの温泉はなんかいくつかのこう貸し切りのやつがあって、今からすぐに貸し切り温泉に入ります。ちなみに一番なんかちょっとよくわかんないところは、ここにトイレがある。まあ本当にめっちゃモダンな感じはするよ。全部リニューアルされて。なんかこのホテルにチェックインしてからずっと同じような匂いが。あれだよ、お香の香りみたいな。何の匂いだろうね。こっちこっち、これだよ。ないと思う。でも匂いはするよ。この匂い。うん、おお。逃げましょう。やだもう。でアタックされるよ、そんな近づいたら。ムカデ？ムカデ？やばい、痛いでしょ。刺されたらさ、やばいね、麻痺してくるかもね。皆さん、フロントに電話。フロントに電話しましょう。びっくりした。心臓止まりますよ、これは。ちょっと俺あっち見て貼っとくわ。動いていなくなったら、今日ここで寝れないよ。なんとしてもあの子を退治してあげないと。215番室なんですけど、壁にムカデがついてて。ありがとうございます。すぐ退治してくれないと。もうドキドキだよ。私多分実物見たことないよ。うわ、怖。皆さん見たことありますか、実物。何にする名前。何にする、ペットにするの。雪の香りにいたムカデだから、雪ムカデ。やだもう。分かんない、誰が来るんだろう。ね、こうマスクをつけたブーこうする人だったら面白いよ。殺虫剤を撒き散らかすかもしれない。この部屋中を燃やして作り直す。まだあそこにいます。すいません、誠に申し訳ございません。いえいえいえ、殺さなくてもいいけど。あんまり元気ない感じ。はい、びっくりしました。はい、やっぱちょっと山が近いんで。まあそうですね、はい、自然に近いっていう証拠ですよ。申し訳ございません。いえ、全然。頭ですいません。はい、はい、大事に、お大事に接してあげてください。殺さずに。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今からお風呂に入りたいと思います。何をやってるの、座って。普通にムカデ2号がいたら危ないじゃん。しょうがないでしょ。ゴキブリ理論でさ、ゴキブリ1匹いたら20から30匹いるみたいなのあるじゃん。鍵、あれの鍵、はい、準備できました。ということで今から貸し切りのお風呂かな。迷子、完全迷子。あれ、こっちって書いてあるよ。貸し切り風呂、こっちって書いてあるよ。あっち、なんかね、旅館が大きくてね、難しいね。こっち、こっちこっち。あ、そっちか。OK。あ、じゃあガーデンを見なきゃいけない。あ、さっき部屋から見てたガーデンを通っていくんだ。あ、さっき私たちのお部屋、あそこだね。うらやま、あ、違う。これめっちゃ素敵な部屋だなって今思ったけど、あれロビーだよ。そう、ロビーだよ、ここ。私たちの部屋これでしょ。うん、合ってるかな。貸し切り、これは最高じゃない。ランかな、うん、ランと、あとはいくつかのバラが
吹いてて、もうこの花ちょっと匂い嗅いでみて、めっちゃいい匂いする。本当だ。あ、これはおい、もうちょっと優しくしてよ。これ半露天風呂って感じだね。あ、そうそう、ここは空いてて、で、あっちに流れてるお水がお水だよ。温泉だと思ったら全然水だった。タカもリラックスしてるんだね。これ最高。ああ、ただタカちゃん、はい、花風呂似合わないよ。お金持ちの気分になってます。シャンパンなし。あのレストランがちょうど部屋の近くにあるよ。プレゼンテーションが抜群だよ、ね、これは見てもくもくドライアイスが、うわ、マグマみたいな、うん、こんな感じの、 あの刺身が初めてかもしれないよ。あ、桜酒ユラクオリジナルブレンド、うん、甘いよ。食前酒ってよくさ、すっごい甘すぎるやつあるじゃん。でも、うん、なんか日本酒的な味はするよ。なんか、え、うん、乾杯。乾杯コース。でっかいね、あれ。そんなにいる？生だよ。ゆず酒のソーダ割り。あ、ドイツでは飲めなかった、この味。これもドイツにも飲めない。抜群にうまい。いただきます。じゃあ食べます。これが鶏肉的なアスパラ巻き。味付けがいいと思う。すごいなんか柔らかい。アスパラがシャキシャキしてる。じゃあ次はこのナッツが乗ってる葉っぱのごまのなんとか。あ、これもなんか日本っぽい味だよ。次は、え、あの葉っぱは食べれないよね、さすがに。食べれるよ、大葉でしょ。違うでしょ、食べれる。もみじでしょ。もみじだね。食べれない可能性は高い。はい、魚。これは何だろうね。豆腐って書いてある。豆腐？プリンみたいな感じ。おいしいよ、ちょっと変わった感じ。これは久々の刺身ですね。で、3つの味付けがあるんだけど、塩と緑のものと醤油。お、柔らか。美味しい、うん、ドイツで食べれないもんね、刺身。もうあんなに美味しい刺身もなかなか日本にも出ないよ。今めっちゃ、ま、ずっと食べてないからめっちゃ感じるかもしれないけど美味しい。サワラを美味しいっていう外国人も少ないかもね。いや、あれめっちゃ食べてみて。日本人でも苦手な人多いからね。今めっちゃ感動したよ。ちなみに社長はどんな刺身が好きですか？サワラ、甘エビ、タイ、つぶ貝、イクラもある。ここに全部。はい、全部というチョイスがいいの？ノー。Yes。 一番好きなもの、エビが大好きだけど、貝は多分これちょっとコリコリしてるから。そうそうそう、粒貝はね、コリコリマンだよ、コリコリマン。そう、その緑のやつなんだろうね。うん、緑の美味しい。この緑のソースって何ですか？大葉ドレッシング。あ、大葉ドレッシングだって。あ、美味しいよ。これ薬だと思ったら生で食べるって言われて。生のエビの。え、見て、卵。生きてる。はぁ、生きてないよ。こっちは生きてないけど、隣のテーブルのエビは生きてる。生きてなくても大丈夫。でもそれぐらい新鮮ってことだね。生きてなくて大丈夫、ね、どうやって食べるの？そう、こう。そうそうそう、うん、ちょっとプチプチしてて、で、なんか海から来たから、あ、そんな感じ。すごい、いけるいけるいける。つけないの？何もつけないと思うよ、めっちゃ味があるよ。塩つけないんだ。なんかすっごいなんか新鮮な味はする。プリプリプリ感がある。ジューって言うかと思ったら、まだ鉄板が温まってなかったね。
私のはこんな感じに見えるんだけど、鷹のやつは全然綺麗に見えないんだね。その違い。あと回転し続けてるからお肉もなんかなかなか。こう肉はどん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 回転した方が美味しくなるって聞いたことがある。そんなこと聞こえたことない。旨味がこう閉じ込められるって聞いたことがある。ノーノーノー。僕らの視聴者さんは分かってるよ。あ、本当。鷹が正しいってみんな思ってるよ。あ、鷹かな。焼けてきましたね。綺麗に焼けてきましたよ。見て。両側にでまだちょっと赤くのが残ってるからちょうどいいんじゃない？でこれにつけてって言われたね。ジューシー、ジュワーっと脂が乗ってて、この肉美味しいよ。これが美味しいよ。タレ飲みたいぐらい。飲めばいいんじゃない。飲んでなくなっちゃったんでください。なんだろうね、これなんか醤油ベースだけどさっぱりしてるよね。うん、次はこのエビのグラタンだよ。丸ごとエビが入ってるよ。すごい。見て。うん、最高。あったかくなってきたからこのしゃぶしゃぶ肉をしゃぶしゃぶしましょう。しゃぶしゃぶしゃぶ。なんかね、これもう出汁がついてるから味付けはいらないんだって。いらないって言ってた ね。私でもなんかポン酢が欲しいよ。ポン酢ともみじおろし。ああ、そうそうそう、そんな感じ。この段階でもお腹いっぱいになってきたからもうちょっとさっぱりした豚肉とかが欲しいよ。お肉よりもこのキャベツみたいなやつの方が美味しいよ。白菜ね、これ。白菜、確かに野菜がやっぱ一番うまいかもしれないね。そう、この段階に来たら。そう、だいぶ出てきたから年を取っていくごとに野菜がうまくなっていくね。カニが出ましたよ。ここに来てカニ。なんであれ出てるかわかんない。え、今さ、この料理で言うとさここでしょ、うん、まだ1、2、3、4。足、あ、もう全部見て、寿司入ってるよ。簡単に食べれるように切ってくれてんだ。 ありがたいね。私お腹いっぱいになってきたけどカニは別腹だよ。あとこんな簡単に食べれるなら全く問題ないでしょ。これでこう、社長はねカニが大好きだからね。大好きだよ。他の動画でも出たと思うよ、カニが大好きということ。見てこれ、おおいしい。なんかすごい食べやすいから。で、ボタン終わり。これありがたいね。確かに割ってくれてるもんね、こういう風に。うん、レナ社長が黙々とカニを食べております。うん、これは私の幸せゾーンだよ。よかったね。うん、まだ俺の分も食べていいよ、カニ。はい、今よく聞こえたよ。何を？全部のタカの分食べていいよって言われて。そう、お、アワビ来ました。じゃあアワビもらうわ俺。あ、いいよ、あげる。ブツブツ交換でカニ全部あげるから。でも意外と美味しそうだね。もう今あげると言ったからもう遅いよ。で、今焼き、あの先ほど生のやつをこのテーブルに持ってきたから今焼いたばかりでバターで焼きましたって言ってて。あ、バター焼き美味しいよ。お、次は魚が来ましたよ。あったかいよ、これ持ち上げると。まだまだまだコースが来るって。もうのどぐろですよ。喉が黒い？そう、喉が黒い魚。知らない。いや、知らない。本当は分かんない。名前は喉黒だけど。喉黒で煮付けですかね。目ん玉も食べれると思うよ。ついてるから。それはどうぞ食べていいよ。うん、美味しい煮魚。最後にご飯が出た。なんで？鷹のご飯、私のご飯。なんかのタケノコと桜鯛ね。タケノコと桜鯛の
分かんない知らない炊き込みご飯と炊き込みご飯あとは赤だしだけじゃなくてこれが入ってるよあさりねあさり入ってるって一番入ってるあとね漬物漬物これ多分今まで泊まった旅館とかホテルの中で一番ボリューム多いって何出してるのごぼうごぼうってごぼうのつまりでつもりで食べたらえ、これごぼうでしょあ、生姜あ、生姜なのおめでとう辛っで、この後またデザート来ますから本当にすごいよ、ボリューム、うん、今までで一番多いと思うよだから、この城崎温泉の湯楽に泊まる人は朝ごはんと昼ごはんは食べずに夜ごはん食べた方がいいよもう私たちみたいに朝食べて、昼食べて食べ歩きしてこっちに夜ごはんを食べない方がいいよこの赤だし美味しい私、赤だし派だから、うん、白味噌じゃなくて赤味噌ですかもう 100% のケースだよやはり名古屋出身の外国人は白赤味噌ですね、うん、ふん今日は来ました5種類だよあんなに5種類のデザートが出たことない気がするけどいちごとあの桜と抹茶のプリンといちごとチーズケーキとあとは2つのシャーベットシャーベットまだ出てないけどじゃあプリンから食べてみてうん、クリーミーでさっぱりしてる抹茶の風味ちょっとあってああこれめっちゃさっぱりしてるよでしょ、うん、あのチーズケーキの方がなんかいいはいありがとうございますうわシャーベットいった紅茶とキウイのシャーベットなんだ、ね、いいねさっぱりしたものとさっぱりしたもののシャーベットでも2つも増えた、うん、キウイシャーベット冷た冷たあ本当に、ねすごいキウイ食べてるみたいじゃない、うん、本当にキウイ食べてる感じ、うん、無事ごちそうさまでした今日も食べきりました無事はどういうこといやこれ食べきれるって多分相当すごいよごちそうさまでしたチャチャーンあっちでぼーっとしてますよお腹いっぱいすぎて今から相当湯行こうかなと思ってたけど Yes なんか結論は結論はホテルでゆっくりした方がいいかなっていうそういう結論じゃないよどれに行くのってレストランで聞いたらこれが一番いいですよって言ってた、うん、じゃあ行きましょうここ5分でしょここから徒歩5分オッケー今外に出てきました寒い寒いねすごい温泉に入りたくなりますよだいぶ寒いねこれねやっぱ日が落ちるとまだちょっと肌寒いねはいということで鴻の湯に来ましためっちゃ人が来たよ、ね、今9時だけどどん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 人はいっぱいいるねはい OK ありましたはい入浴チケット、はい、中は当然何も取れないので、はい、また出たら、はい、はあ出ましたよちょっとあっち町の中に行ってその温泉とかどんな状況かも見ましょう。はい、来ました。こっち入りましょう。御所の湯。今この温泉街一周してきて。あ、そうだよ、うん、まだオープンしてるお店いっぱいあるねまだもう9時超えてるけどあ、でも10時にだいたい閉まるって言ってたから今10時だよ、ね、でももうだいたい閉まると思うよ昭和の射的屋さんとかもあったね、うん、すっごいあれだいたい腕が長い人が勝つでしょ行きましょう温泉温泉うん、うん、あ、おいしいこれはめっちゃ良かったよなんでみんなここに行ってるか分かったよもう露天風呂が幅広くてでそこの露天風呂から滝の景色が見えて男性もそうだった同じ感じめっちゃ良かったねじゃあこれでもう今日3回お風呂に入ったけど今からは旅館に戻って4回目にお風呂に入りたいと思いますうわ
メイク落として髪の毛洗って11時過ぎですよ。だからもうめっちゃ眠たいから、この動画は明日続けますので見続けてくださいね。終わりまでおやすみ。おはよう、朝ごはんタイムです。すごいボリュームだね、朝から。本当に毎回思うんだけど、味噌汁が美味しい。なんで朝に日本人みんなサラダを食べたいかよくわかんないけど、いやでも不思議だよ、サラダはドイツに一切朝ごはんとして出ないよ。あ、そうなの。あ、私は湯葉大ファンだよ。湯婆婆だよ私。あ、これがいい。クリーミーだし、ちょっとちょこっとわさびがついてて、今日はでも卵かけご飯だよ。え、ドイツ人卵かけご飯食べれるの？生卵食べれるんだ。でもドイツではありえないでしょ、生卵をこうやって食べるの。うん、黄身だけご飯。なんか卵にオリーブオイルと醤油をかけてって言われたよ。あ、そうなんだ。こんな感じでクリーミーだよ。このリンゴがシャキシャキして美味しい。に桜ジェルがかかってる。ジュレ。ジュレ。桜ジェルはなんかちょっと髪の毛に塗る。桜ジュレね、食べ物の方は。同じものだよ。はい、10時になりましたよ。チェックアウトして、今からは最後にロープウェイに乗ってちょっと景色を見たいと思います。旅館良かったね。久々に日本に帰ってきて、やっぱりザ日本の旅館は最高でした。いやもうなんか今まで泊まった旅館の中でも結構トップクラスの旅館だったよ。うん、はい、到着しましたよ。すごいゴンドラが混んでて、ほぼ30人ぐらいが乗ってたから、だからちょっと今から景色を見たいと思います。展望台到着です。着いた。ここからの景色はね、いい感じだよ。なんか城崎温泉思ったより小さいよね。ね、ここで城崎温泉。なんかでもすごい緑のに囲まれて、これが城崎温泉で、ここに川が流れてて、ここが海。ありがとう。降りてきましたよ。ちなみに昨日行った温泉はあそこだね。ああ、そうだね。河野湯。いやもう本当に、まあ、上からも見えたけど、全部小さいよ。全部20分ぐらいで歩き回れるぐらいの街だから。ね、1日1泊2日がちょうどいいかもね。はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならいつも通りいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。